はい、まあ、ちょっとした前菜的なお料理ですけどね、はい、ささみはもう淡白な味わいですから、まあ、どんな食材にも合わせやすいですね。でですね、加熱した後こう手で裂けますから、ね、和え物なんかにするのにぴったりだと思うんですよね。でささみは胸肉と同じでやはりパサつきますから、火を入れるのが難しい食材ですけれども、まあ、今日の僕の、ね、テクニックを使えば、まあ、パサつき知らずですから、ね、パサつき知らず出ましたね、まあ、はい、はい、楽しみな加熱にポイントがあります、はいはい、では早速調理をお願いいたします、はい、じゃあテクニック伝授してください、はい、お願いします。でまずささみはですね、はい、あの筋がありますからね。そうなんですよ、筋取りましょう。筋が、ね、高いんですよね。そうなんです ね、筋この裏には見えますからね、うん、まずですね、まあ、僕の取り方ですけどもこう、ね、ささみの周りをこう少しずつだましだましこう、ね、少しずつ出していきますね、ささみをね。小さな頃からこの作業はやられていたと。そうですね、多分もう1歳ぐらいの時にはやってたという。それは、まあ、それは多分ちょっとそれは違うと思います。言い過ぎました、ね、半分ぐらいまで筋、ね、こう出しましたら、ね、そしたらここで向きを変えてですね、包丁の峰でね、筋を押さえたらゆっくりこう引っ張ってくる。だましだまし魚の皮引くみたいな。ここで乱暴に引っ張るとね、ささみ下げてしまいますから。最初からピーってやっちゃダメなんですね。そうです。さあこれでもう、もうこれ OK、ね、はい、ね、まるでささみが何もなかったかのように、ね、はい、筋が取れる。筋なんかなかったかのように。そうです、これが極意です。はい、簡単、はい、今度加熱していきますね、はい。今日はですね、お湯1リットル沸騰させております。はい、ここに塩小さじ2杯分入れますね。これだいたい塩分濃度が 1% になります、はい。でここに今筋を取ったささみですね、はい、いいですか、入れますよ、はい。沸いたところに入れたら、はい、火を消してしまいます。おお、ささみを入れたらすぐに火を止める、はい、これがポイントです。ポイント、ささみはですね、こううまく加熱しないとですね、まあ、パサつくんですけれども、グツグツねしたところに入れてしまうと、もう一気にささみの身が縮んでしまいます。火が要はですね、もう強い火が入りすぎてしまうんですね。そう、硬くなってしまいますし、もうパサつく原因です。だいたいですね、80度ぐらいでこのね、肉のタンパク質というのはこうね、火が入って旨味が出てきますから、だから皆さん100度で火を入れる必要はないんですね。80度ぐらいでゆっくり柔らかく火が入っていくとしっとりします。止めて何分このまま置いておきます。5分置いておきます。5分、ね、はい、今測ってますから、はい、ありがとうございます、はい。もうただこの間ほっとけばいいんですか。はい、ささみ3本ですが、はい、本数が増えた時は。そうですね、今日ですね、あと2本ぐらいまで、ね、5本ぐらいまで大丈夫ですね。はい、行、はい、きましょう。はい、はい、5分待ってる間に、はい、そうしましたらですね、はい、今日ですね、緑酢って何ですか。はい、緑酢、これがですね、日本料理では結構この時期に作るお料理なんですけれども、今日はですね、きゅうりです。きゅうりをすりおろして、それをね、いろいろ味付けしたものを和食業界では緑酢と言いますね、はい。これも簡単です。この大根おろしをおろすように、はい、きゅうりをね、おろしていただく。色が鮮やかです ね、色も綺麗ですよね。夏にぴったりな色。そうなんですよ、うん、ね、これは結構いろんな使い方できるんですか。そうです、これはもうね、いろいろ使いますよ。今日のように ね、まあ、あのね、鶏のささみなんかありますけれども、魚介類にも合いますからね。あ、そうめんに入れたくなって入れてください。そうめんに合いそうですね。きゅうり好きな方はもうこれだけ食べても美味しいですよ。キュウリ好きの方、キュウリ好きの方ね、知らなくてもいいわけ。あ、そうですね、キュウリのまま食べた。おかえさん鋭いですね。さすが、さすがおかえさん。びっくりしました。僕もそう思いました。キュウリ好きはそのまま食べますね。一本、はい、下1本分ですね。キュウリ水分多いですから、そこで水気はね、ここで絞ってあげますね。まあでもそんなにぎゅうぎゅう絞らなくてもいいです。軽く絞る程度で、軽く絞る程度でね、はい。これを戻しますね。ここに味付けしていきたいと思います、はい。まずですね、まあ、お酢ですね、緑酢というぐらいですからね、はい、お酢で、お塩、お塩、はい、でお砂糖入れますね、はい。サラダ油を油入れます、はい。なぜサラダ油を入れるんですか。これはですね、きゅうりというのは油脂分が全くありませんから、油を入れてあげることによってコクが出るのと、あと青臭さを抑えることになりますね。ごま油とかオリーブオイルとか、いいですよ、ごま油でもオリーブオイルでも、まあ、ちょっと風味は変わってきますけれどもね、美味しく作れます、はい。これからね、梅雨の時期ですから、こうお酢を使った料理というのはいいですね。さっぱりしていいと思います。これも混ぜ合わせれば、これでも緑酢の、はい、完成でございます。もう完成ですか。
はい、簡単ですね。はい。これをささみの上にこちらかければ OK ということで、はい、ありがとうございます。楽しいですね。どうかしましたよ。そうしましたら、このささみを取り出しますけれども、ね、これは普通のお水です。氷水ではなくて。お水に取り出します。これギュッと冷やしてダメなんですか？それがですね、皆さん間違いなんですけれども、そんなにですねギュッと冷やしてしまうと、せっかく美味しくこのね熱が入ったタンパク質がまた固まってしまうんですね。ちょっと温かいぐらいが美味しいです。ささみというのはそんなに冷やす必要はないです。なるほど、氷水じゃん。このお水につけてここで加熱をストップさせてあげる。もうこれで十分です。そこまで冷やさなくて結構です。これ水気切りましょうね。ずっと水につけておいても水っぽくなってしまいますからね。はい。火の通り具合はいかがでしょうか。ここで水気切ってね、だからもうこの時点ではまだちょっと触るとね、温かいなぐらい、これ理想的です。はい、いいですか。この火が火で咲くんですね。いいですね。あ、火が入ってる入ってる。いいですよ。何なんですかこのしっとり感。ずっと咲いてたいですよ。もう手が気持ちいいぐらいのしっとり感ですね。何万本でも咲きたいですね。この余熱で火を通すとね、ささみがささみと思えないほどジューシー、じゃあ何なんだっていう話で、このぐらいささみじゃないかのような、はい、しっとりと手で裂けます。一口大に手で裂きます。はい、これでそうしましたら、じゃあまた盛り付けですね。はい、はい、じゃあここにですね、今日はですね長芋とトマト入れてあります。これはもうお好みのお野菜でいいですよ。レタスとかね、キャベツとか、まあ、カブとか白菜とかね、はい、生で食べれるお野菜と一緒にね、はい、盛り付けましたら、先ほどの緑酢をかけますよ。はいはい、わー、綺麗だ。色がいいね。彩りもいいですよね。ちょっと料亭に来た気分ですね。はい、はいはいはい、これでささみの緑酢和えの完成でございます。はい、鶏ささみの緑酢和え皆さんの分盛り付けておきますので、どうぞ席に移動してください。はいはい、本当にね、緑が鮮やかで彩りが綺麗ですね。ましたよね。おつが、すみません、しっとりすごい。うん、ささみ美味しいですね。本当だ、うんうん、全然パサパサしなくてすごい旨味を感じますね。ささみじゃないみたい。塩入れてるからいいですね。ちょっと薄く味がついてて、ささみのイメージが変わりますでしょ。ねこれ80度で5分。そうです。はい、5分ですね。ゆっくりでいいんだ。今回は緑酢で和えましたが、他でも大丈夫ですか？はい、もうこれね、これだけしっとりと上手に火を入れれば、はい、あとはもうごまだれとかね、ポン酢醤油とか、もう好きなものをかけてね、いろんな味で楽しんでいただければなと思います。醤油煮を作りますね。はい、手羽先はですね、まあ、鶏ももや鶏の胸肉などですね、まあ、スーパーで売ってると思いますけど、その鶏肉のね部位と大きく違う点が2つあります。岡井さんは分かりますか？胸肉とはね、骨がある。そうです ね、骨がある。これはですね、大体ね、日本人の9割の方が答えられます。もう一つあるんですよ。もう一つあります。それが1割の答えなわけですね。はい、どうぞ百丸君。分からないです。分からないですか？これですね、手羽先、そうです、全面皮で覆われている手羽先というのは、はいはい、そうです。だから骨がついているということと、皮が全面が覆われているということ で、 ですね、まず骨がついてますから身の縮みが少ないです。はい、で皮が全面に、ね、ついてますから、肉に、ね、直接火が当たらないわけですよ。だからふっくらジューシーになって肉の旨味も逃げません。はい、だ長めの加熱でも大丈夫ですから、煮物にぴったりなんですね、手羽先というのは。はい、では早速調理をお願いいたします。はい、ですね、手羽先、このね、まあ、大体こちらが表向きだと思いますけれども、裏の方に、ね、触ると大きい骨が2本あります。はいはい、ここにね切れ目を入れてみましょうね。こういう準備がいるんですね。ザク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 と、まあ、まあこれだけでいいですよ。これだけです。こうすると短時間で火が通りますし、中まで味が入りますね。どうしても皮で覆われてますから、味が絡むけど染み込みにくいんですね。はい、手羽先というのは。だからこの切れ目を入れてあげます。はい、でもうあとはこれだけで結構ですよ。はい、でこれをね煮ていきますけど、皆さん前回の煮物をやったポイント覚えておりますか？うん、覚えてます。覚えてますか？うんとね、そうよ。うんとね、何ですか？なんか焼く前に焼くんですよ。煮る前に焼きます。はい、焦げ目をつける。ね、そうです。焼き目をつけたいいですね。焼き目をつけることによって香ばしくなってね、仕上がりにコクが出ます。油引かなくて結構ですからね。またぴったり入りますね、このフライパン。どうして、ね、やつ、うちも違うかもしれない。これだいたい手羽先8本用っていうサイズで売ってます。売ってます。おかしいな、見たことない。そうですか、書いてあるのかな。それが売りだったんです。綺麗
あと注意点、薬村さん覚えてますか？この後の注意点です。触っちゃいけないですよね。その通りです、はい、ね。ここで大体日本人の9割がすぐ裏返すんですけれども、せっかちですから、そんなすぐに焼き目つかないですから、しばらくほっといてあげる。はい、はいはい、さあこの間に、はい、この間に、はい、じゃあこの間にですね、梅醤油煮ですからね、梅干しの下準備をしていきたいと思います、はい、梅干しのですね、まあ、種を取ってね、火どうですか、これ強火にちょっと、はい、やっていきます。はい、種を取って、はい、種を取って包丁で叩いてペースト状にします。梅干し2個分ですね、はい、2個分ですね。どういう梅が、これはですね、甘いますか？よく最近甘い梅もありますけれども、はい、あんまり甘いとですね、それ甘いのを元に戻すのって難しいじゃないですか。逆に酸っぱい梅干し使った方が、もし甘さが欲しければお砂糖とか足せばいいですからね。だから酸っぱいタイプの方が僕はお料理にはいいかなと思いますね。昔ながらのタイプの方がね、はい、いいかなと思いますね。はい、じゃあ包丁でペースト状にしたらこちらで結構でございます。はい、どうですかね、焼き目をしっかりとつけたいので、はい、どうでしょう、見てみましょうか。あ、いいですね、美味しそうですね。はい、来ましたね。いい色。はい、いい色ですね。来ましたね。笠原さん、このお料理はよく作られるんですか？そうですね、この料理はよく作って、自分のおつまみ用に作ったりしますね。手羽先が好きなんで、はい、これぐらい焼き目をつけたら裏面の方も返して焼きますね、はい、はい、こんな感じ。本当鶏肉好きですよね。そうですね、多分前世は鶏だったんじゃないかなそれぐらい好きですね。大好きです。愛してやまない鶏ですね。やまないですね。まあ、これぐらいね、焼き目をつけて、まあね、ちょっと時間あればもうちょっとね、焼き目つけてあげてもいいですけれども、はい、じゃあここでね、はい、調味料を加えたいと思います。まずこちら、だしですね。はい、このままいっちゃっていいですね。もういいですよ、フライパンのまま、はい、もうフライパン一つで仕上げてまいります。お醤油、はい、醤油が入る、みりんですね、ね、うん、で、お砂糖ですね、はい、だここでもし梅干しが甘いタイプでしたらね、このお砂糖の量を加減していただければと思いますね、はい、もうこれ入れちゃうんですね、はい、で叩いた梅干し入れますよ。ちょっと煮汁に梅干しをね、こうなじませまして、さあ、あとはここに落とし蓋をして煮ていきましょう。はい、はい、火加減は大体中火ぐらいで、まあ、6分ほど煮たいですね、はい、6分ぐらいでこの程度のサイズだったら火が通ると思います。はい、で梅干しがですね、この風味も上げてくれますし、手羽の脂っこさも取ってくれますね。あと柔らかくするというね、利点もあります。あと一番いいのはですね、この時期傷みにくいですから、梅入れるとお弁当とかにもぴったりですね。あ、いいですね、はい、今ですね、手羽先を煮てから2分半ほど経ちましたが、いかがでしょうか？はい、いい感じに煮えてますね。理想はですね、あと4分ほど、はいはい、煮たいんですけれども、花丸カフェになってしまいますので4分煮るとこんな感じになるので、ね、はい、こういう感じ出しますよ。計6分がベストなんですね。6分がベストですね。まあ、これ取りますよ。だいぶ煮汁が少なくなってますね。だまだね、こちら煮汁ありますけどもね、だいぶこう煮汁もなくなった状態です。はい、はい、そしたらですね、ここ最後の仕上げにも入りますよ、はい、千切りにした大葉ですね。これをもう散らしたいです。そのまま上からですね。そうです。フライパンの中に散らします。梅とね、シソというのは相性いいですから。フライパンの中でやっちゃうんだ。中でいいですよ、もう全体に。大葉も巻いてるんですね。絡めてあげます。で、火も今強火にしました。はい、最後に残った煮汁をもうね、ソース代わりに周りに絡めるイメージですね。あ、梅干しの匂いが。ねえ、ね、いい香り。ここでね、いい色になりましたね。ここで絡めますから全体的に梅の風味がつくということですね。あ、いいですね。でこの大葉の香りもね、立ってきましたね。はい、最後にもうじっくり絡めると。そうだよ、ね、この周りがね、ちょっとテリテリする感じ。テリテリですよ。はい、はい、もうじゃあもうこれで結構ですね。はい、はい、
これもう出来上がりですか。出来上がりですよ。はい、そうですね。お皿に盛り付けていただき、大葉も一緒に火に入っちゃうんだ。そうですね。絡めて、じゃあ最後少しこうね、アクセントで白いものパラパラパラと。これがね、もう間違いない。間違いなし。はい、これで完成でございます。名醤油煮の完成です。さあ、それでは盛り付けますので、皆さんどうぞお席でお待ちください。作り方も本当に簡単でしたね。煮る前に一度じっくりと焼くのがポイントでした。じっくり焼くことで香ばしい焼き色がついて旨味もアップしていると思います、ね、見た目もツヤツヤテリテリに仕上がっていますね。梅干しの酸味が非常にいいポイントになっているかと思います。はい、お待たせいたしました。鶏手羽の梅醤油にどうぞお召し上がりください。いただきます。もう手で大事ですね。そうですね、ガブリと、ちょっとガブリといってください。おいしい、トロトロや、めっちゃ美味しい。おいしい。柔らかくなってますね。6分と短めでしたが、いかがでしょうか。味の回り具合など、バッチリ染みてます。味染みてます、うん、皮によく染みるんですね、味が。それも焼き目をつけたことによってですね、はい、周りに味が絡むと。柔らかいし美味しい。あと一手間切れ目を入れたじゃないですか、はい、ね、うん、食べやすいし、そこから味が染み込んでますよね。梅、はい、うん、が効いてる、ね、もう目から鱗のアイデアばかりでしたが、極意はこちらです。まずは鶏ささみなんですが、沸騰したお湯に入れてから火を止めるということでしたね。火を止めてください、はい、余熱で火を通してジューシーに仕上げます、はい、そして手羽先ですが、もう焼いてから煮るということがポイントでしたね、はい、焼き色にそこにタレが絡みますのでね、ぜひ焼いてください。驚きのアイデアをたくさんありがとうございます。いえ、とんでもないです。はい、ね、はい、鶏を愛してやまない笠原さんですが、はい、はい、ね、鶏肉って本当に素晴らしいですね。またぜひ教えてください、はい、今日どうもありがとうございました。